EN-N のレーベルビリフト LAB は、現在、グループの最新アルバムのファンサイン会に参加したファンを虐待した疑いで非難を浴びている。ファンサインに参加するためにファンは多くの場合特定のスターからアルバムを購入し、購入した各アルバムが抽選券としてカウントされます。ファンはお気に入りのグループと話す機会を得るために何千ドルも費やすことができます。 EN-N はカムバック前に数回のファンサイン会を発表し、ここ数日間でファンサイン会を完了させている。残念ながら一部のファンはビリフト LAB の行為によりひどい目に遭いました。6月3日グループのアラジンショップのファンサインのファンアカウントがオンラインで共有され、イベントでの体験を説明した。あるファンはレーベルがアルバムの標準版ではなくウェバー SE バージョンにサインをもらうよう強制したと述べた。ウェバー SE アルバムははるかに小さく、通常は写真カードのみが含まれています。EN-N のファンサインではレコード会社がインデックスから名前まで全てを用意するため、ファンはアルバムのどのバージョンにメンバーにサインしてもらうかを選ぶことはできない。それにしてもレバールスバージョンのアルバムにファンにサインを強要するのは意味不明。ファンに知らせて別のアルバムを準備することを許可すべきだった。あるいは追加料金を払って通常版も用意することもできたでしょう。この手のひらサイズの包み紙にメンバー7人はどうやってサインするのでしょうか。これにはどのような意味があるのでしょうか。彼らはとても頑固で柔軟性がゼロです。なんてひどいことが。何人かのメンバーもなぜこんな小さなものにサインをするのか困惑しているようだった。レーベルによるファンサイン会で生じた問題はこれだけではなかった。ファンはアイドルとのコミュニケーションを容易にするために事前に作成されたスクリプトを使用することを許可されていなかった。韓国語が流暢ではないファンや緊張を乗り越えるためにメモが必要なファンの多くは、明らかな説明もないままかなり不利な状況に置かれた。またファンサイン会のために当初掲示されたルールにもこれが許可されていないことについての言及はありませんでした。オンライン上のファンはこのイベントに参加した人々に対するビリフト LAB の軽率な行動に激怒しており、韓国のネチズンはこれを見て驚き、同社に遺憾の意を表明した。